今日はこちらの開くと光るカードを作ります。カードを開くとチビトロニクスが自動的に光ります。こちらのスタンプと台を使いました。チビトロニクス導白テープ 3V のコイン電池を使います。こちらのペーパーを使いました。大きい方のフレームの台で白のカードストックをカットします。ポップアップの台と音符の台で白のカードストックをカットします。その他にこちらのパーツを準備します。白のカードストックに動物のスタンプを3つ押します。音符のスタンプをトレーシングペーパーに指定ゾーンでスタンプします。コピックで動物のスタンプに色を塗ります。色を塗り終わったらマッチング台でカットします。
2枚の黄緑色のカードストックを2ミリほどの間を空けて黄緑色のマスキングテープで貼り合わせます。スイッチを作ります。アセテートシートの端から2分の1インチのところにスコアリングツールで折り線を入れます。カードストックの端から2分の1インチのところに4分の1インチ間隔で3本のラインを引きます。カードストックの中心から4分の1インチのところにも印をつけます。今つけた印にアセテートシートの折り目を合わせ、アセテートシートの先端が当たるところに印をつけます。カードストックを90度に曲げ、アセテートシートの先端が当たる部分に再度印をつけます。今つけた印の2分の1インチ右側にもう1箇所印をつけます。この3箇所の印の間を切り抜いて、幅1ミリのスリットを作ります。ポップアップの台でカットした白のカードストックを折り線に合わせて折っていきます。左側のポップアップの部分からカードの外側に向けて中心線から4分の1インチ間隔で2本の線を引きます。今引いた線に沿ってカットします。白のカードストックと黄緑のカードストックを重ねて音符の部分に印をつけます。電池の位置に印をつけます。チビトロニクスの印をつけていきます。鉛筆で回路を書き込んでいきます。プラス側の回路はスリットの下の端を通るようにします。電池の位置に強力な両面テープを貼り付けます。鉛筆で描いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。
置の場所まで来たら、両面テープの剥離紙を剥がし、その上に銅箔テープを貼って少し折り返してカットします。プラス側は電池のところまで来たら、少し余分を残してカットします。電池をプラスを上にして銅箔テープの上に貼り、その上からプラス側の銅箔テープを貼ります。赤、オレンジ、黄色のチビトロニクスを印のところに貼っていきます。チビトロニクスの上からも銅箔テープを貼って補強します。スイッチパーツを作ります。正方形の紙を半分に折り、一旦スリットに差し込みます。スイッチパーツをスリットの下側の端に寄せ、台紙側に貼ってある銅箔テープと同じ場所になるように銅箔テープを貼り付けます。スイッチパーツを一旦スリットから抜き、ぐるっと一周銅箔テープを貼り付けます。念のためもう一周銅箔テープを貼っておきます。スイッチパーツをスリットに戻して LED がつくことを確認します。2分の1インチ角の正方形のパーツに両面テープを貼り付けます。スイッチパーツにも両面テープを貼っておきます。アセテートのパーツののりしろ部分に両面テープを貼り付けます。アセテートのパーツを
カードの中心線から4分の1インチ右側の部分に貼り付けます。両面テープを貼った正方形のパーツを表紙の側のスイッチパーツの上に貼り付けます。スイッチパーツをスリットの上の端に乗せてから両面テープの剥離紙を剥がし、カードを2つ折りにします。カードを開くと先ほどのスイッチパーツがアセテートパーツに貼り付いています。これで開くと光るスイッチが完成しました。カードの内側を作ります。音符を押したトレーシングペーパーをカードの裏から貼り付けます。音符のスタンプを追加でいくつか押しておきます。折り線に合わせてポップアップの部分を折っていきます。カードの上半分には厚さ1ミリぐらいのフォームテープ、下半分には普通の両面テープを貼り付けます。アセテートパーツのある部分にはフォームテープを貼らないようにします。白のカードストックを黄緑のカードストックに貼り合わせていきます。ポップアップの部分に大カットした動物のパーツを貼っていきます。
表紙を作ります。フレームの台で大カットしたカードストックに動物のパーツを配置してセンチメントや音符のスタンプを押していきます。動物のパーツを薄いフォームテープで貼り付けます。裏側に両面テープを貼り付けます。完成した表紙を先ほどのカードストックに貼り付けていきます。完成しました。カードを開くとチビトロニクスが光ります。開くと光るカードの作り方、分かりましたでしょうか。カードの内側にポップアップなどの仕掛けがある場合、このように開くと光る仕掛けにすると楽しいカードになると思います。ぜひチャレンジしてみてください。